賢いか。あ、スズメさんだ。スズメさんって冬はモコモコですごく可愛いんですよね。スズメさんみたいに冬の羽が生えたらふっくらふわふわってなっていいのにな。小鳥はどうやったら冬を暖かく過ごせるかなって考えるのが好きなんです。寒い日が増えてきましたけど、あなたは風邪をひいたりしてませんか？え、喉が痛い？大変。そのまま放っておいたら風邪をひいちゃいますよ。じゃあ小鳥が冬の寒さに負けない過ごし方を教えてあげるね。まずは暖かい格好をします。マフラーとか手袋は今の季節しかできないおしゃれだから可愛いのをつけてね。それからお家に帰ったらよく手を洗ってうがいをしてください。風邪の菌さんとちゃんとさよならしないとダメですよ。あとはお部屋の加湿もおすすめ。加湿器がなかったらコップにお水を入れたり濡れタオルをかけておくだけでも喉が楽になりますよ。これが小鳥の冬の過ごし方です。元気になったらまた一緒にお出かけしましょうね。ストーリーを選んでくれ